こんにちは、ギタリストのひろしです。今日はこちらワンコントロールストロベリーレッドオーバードライブですね。こちら人気のオーバードライブ持っている方もたくさんいると思います。今日は改めてレビューしていこうと思います。クリーンのアンプにつないでレビューしていこうと思います。早速音を出していこうと思いますので、その前にチャンネル登録をぜひお願いします。今日はこちら ESP ポッドベリーハウンバッカーのギターで音を出していこうと思います。クリーンはこういう音です。それではストロベリーレッドオーバードライブオンにしていこうと思います。つまみボリューム以外はだいたい真ん中にしてあります。横にミッドレンジのつまみがあるんですが、そちらは最大にしてあります。それではドライブつまみからいじっていきます。ドライブつまみゼロです。ドライブつまみゼロではほとんど歪まないですね。ドライブつまみ9時ぐらいにしてみます。ドライブつまみ3時ぐらいにしてみます。ドライブつまみマックスにしてみます。それではドライブつまみは真ん中にしておいて、トレブルつまみをいじっていきます。トレブルつまみゼロです。トレブルつまみ9時ぐらいです。トレブルつまみ3時ぐらいです。トレブルつまみマックスです。それ
それではつまみざっくりいろいろいじっていきます。はい、いかがだったでしょうか。エフェクター選びの参考になれば嬉しいです。今日も見ていただきありがとうございます。これからもギターに関する動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ひろしでした。